72号では車輪の組み立てと反対側の測量を組み立てます。そして71号までで組み立てた台車と車輪を取り付け、ボギー台車を完成させます。今回付属するパーツです。なお車輪の組み立ては前号で説明していますので参考にしてください。測量の穴が4つ開いている方を上にして穴位置を合わせ、端の穴にネジ A を差し込んでおきます。そのまま軸箱の外側の穴に差し込みます。この時軸箱の上下をよく確認してください。次に測量 B の板をはめ、ナットで固定します。反対側の軸箱も同じように組み立てます。測量のネジが全部はまったら、最後にナットをラジオペンチやナット回しを使ってきつく締めておきます。これで測量部分が完成しました。これから車輪をつけて台車を完成させていきます。まず台車の前後の軸受けに両方の車輪の軸を入れておきます。そうしたら今回組み立てた測量を少しだけ横張りに差し込んでおきます。測量を少し持ち上げ、車輪の位置を確認して軸箱の軸受け部分にはめ込みます。車輪がついたら測量の中央のネジ穴を2箇所ネジ B で留めます。次に測量の両端にあるネジ穴にネジ C を2本差し込み、裏からナットで固定します。ここもラジオペンチなどを使って固く締め込んでおいてください。最後に枕バネを取り付けます。台車を裏側にして横張りの中に差し込み、ネジ D で留めてください。これで台車が完成して72号の作業は終了です。